東京都によりますと、今日都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は108人でした。感染が確認されたのは、10歳未満から90代の男女108人です。年代別に見ると、20代が31人、30代が14人、40代が21人、50代が15人でした。 重症化リスクの高い60代以上が19人、10代以下が8人でした。重症の患者は前の日から1人増えて26人となりました。都内の感染者は2 6,485人です。